アモリオンの戦いは、838年8月中旬に、アッパース長軍によって小アジアの重要なビザンツ帝国の都市であったアモリオンが攻略され、徹底的な略奪と破壊を受けた事件である。この戦いへと至る戦役は、アラブとビザンツ帝国の長い戦争の歴史の中でも主要な出来事の一つであった。 前年の837年に、ビザンツ皇帝テオフィロスが、アッバース朝からほとんど抵抗を受けることなく、アラブ側の国境地帯を襲撃し、これに対する報復として、カリフのムータスイムが自ら軍隊を率いて、反撃に乗り出した。ムータスイムは、当時のビザンツ帝国の王家であったアモリア朝の、発祥の地であり、帝国内で最大かつ最も重要な都市の一つで、 あったことを理由に小アジア西部のアモリオンを標的とした。カリフは非常に大規模な軍隊を招集し、部隊を二手に分け、小アジアの北東部と南部から進行した。北東方面の部隊は、テオフィロスが率いるビザンツ軍を安全で破り、ビザンツ帝国が領有する小アジアの深部への侵入を続け、都市が放棄されていたアンキュラで、 双方の部隊が集結した。アンキュラを略奪した後、アッパース長軍は南方へ向かい、8月1日にアモリオンに到達した。テオフィロスはペルシア人部隊の反乱に直面し、さらには自身の戦死の噂によって、新しい皇帝が擁立される危険が生じたために、コンスタンティノープルへの帰還を余儀なくされ、アモリオンを支援することができなかった。 アモリオンは強固な要塞であり、強力な守備隊を要していたものの、反逆者が、城壁の弱点となっている箇所を敵側へ漏洩した。アッパース長軍はその場所に攻撃を集中させ、城壁の破壊に成功した。そして破壊された城壁の場所を受け持っていた、ビザンツ軍の指揮官のボイディツェスが、おそらく自軍を裏切る意図を持って上官に通知すること。 なく単独で、カリフとの交渉を試み、警備体制を解いたまま自身の持ち場から立ち去った。アラブ軍はこれを利用して城内に侵入し、都市の占領に成功した。アモーリオンは、組織的な破壊を受け、二度と以前の繁栄を取り戻す、ことはなかった。住民の多くは虐殺され、残った者は、奴隷として、都市を追われた。 生存者のほとんどは841年に停戦協定が結ばれた後に解放されたが、高い地位にあった公職者は、当時アッバース町の首都であったサーマルラーに連行され、数年後、イスラームへの改修を拒否して処刑された。処刑された人々は、アモリオンの42人の殉教者として知られるようになった。ビザンツ帝国にとって、アモリオンの破壊は大惨事であり、 テオフィロス個人にとっても大きな打撃であっただけでなく、ビザンツ人にとって、後に文学作品の中で記されることになる精神的な痛手となる出来事でもあった。この戦役がビザンツ帝国の軍事面に与えた影響は限定的であったものの、テオフィロスが熱心に支持していたこのクラスムの神学的な競技は完全に信用を失った。 イコノクラスムの正当性は、軍事的な成功に大きく依存していたため、アモリオンの陥落は、テオフィロスが842年に死去した、直後のイコノクラスムの褒儀に決定的な影響を与えることになった。若い皇帝であるテオフィロスが、ビザンツ帝国の定位についた829年に至るまでの間、アラブとビザンツ帝国はほぼ2世紀にわたって、戦いを続けていた。 テオフィロスが即位した頃、アッパース町の内戦の影響によって、双方の勢力の間でほぼ20年にわたって維持されていた平和が破られ、カリフのマームーンが東方で数度の大規模な襲撃を再開し、西方では827年以降、イスラーム教徒によるシチリアへの侵攻が段階的に進んでいた。野心的な人物であったテオフィロスは熱心な。 イコノクラスムの信奉者であり、神の描写やアイコンの崇拝を禁じていた。テオフィロスは、権力の強化を試み、帝国の主要な敵対勢力であるアッバース朝に、対する、軍事的な成功によって、宗教政策の支持を得ようとした。テオフィロスのアラブ人に対する勝利を記念して835年頃、以降に大量に発行された新しい様式のフォーリス。 表側では、テオフィロスは勝利の衣装として、トーファを身につけ、裏側は、伝統的な観光の言葉である、テオフィロス、アウグストゥス、征服者の文字が刻まれている。神の恩恵を授かろうとしたテオフィロスは、自身に対する製造崇拝支持派の陰謀への対応として、833年6月に大規模な、身柄の拘束と、国外追放。 そして暴行と財産の没収を含む製造崇拝支持者やその他の異端者とみなされた人々への積極的な弾圧を復活させた。ビザンツ帝国の視点では神は確かにこの決定に報いているように見えた。アッパース朝のカリフのマーアムーンは コンスタンティノープルの征服への足がかりとすることを意図したビザンツ帝国に対する新しい大規模な侵略に乗り出したものの侵攻の初期段階で死去した。そしてマームーンの兄弟で後継者のムータスイムは国内の問題に集中するために軍を引き上げ、さらには自身の権威の確立に問題を抱えていた上にバーバク・ホッラムディーンの下で侵攻していた。 ホッラム教徒の反乱に対処する必要があった。テオフィロスはこの状況を利用し、小規模ではあったものの続く数年の間に一連の勝利を収めることができた。さらに、およそ1万4000人のホッラム教徒を率いていた、ペルシア人貴族を出自とするなするが、ビザンツ帝国へ投降し、テオフィロスはこのホッラム教徒の一団を、ペルシア人の車として受け入れた。 ナスルとペルシア人部隊はキリスト教へ改修し、ナスルはテオフォボスと名乗った。テオフィロスの成功は特に目を見張るものではなかったものの、20年に渡って続いた帝国の敗北の数々と遺恨を受け入れていた皇帝たちの下での内戦の後であったために、これらの成功は自身の宗教政策の正当性を裏付けるものであると考えていた。その結果、 テオフィロスは、軍事的に成功した狂信的なイコノクラスムの、信奉者であったビザンツ皇帝コンスタンティノス五世の、名声と自身を公に結びつけ始め、典型的な勝利したローマ皇帝の姿で描かれた、新しい仕様の大量のフォリス銅貨を発行した。837年に、テオフィロスは、苦境に立たされていたバーバクの強い要請に応じて、 ホッラム教徒の反乱の鎮圧にアッパース長が集中していた状況を利用し、東方の国境地帯に対する大規模な軍事行動を起こすことを決めた。テオフィロスは非常に大規模な軍隊を組織し、イラン北部出身の歴史家のタバリーによれば、7万人の戦闘員を含む合計で10万人の軍隊がほとんど抵抗を受けることなく言うフラです。 川上流域周辺のアラブ側の領域に侵入した。ビザンツ軍は、ソゾペトラとアルサモサタの町を占領し、農村地帯を略奪して荒廃させ、攻撃を行わないことと引き換えに、いくつかの都市から賠償金を取り立て、さらにいくつかの小規模なアラブ軍を破った。テオフィロスが、外旋式を挙行するために帰還し、コンスタンティノープルの競馬場で、 比類なき勝利者として称賛されている間、ソゾペトラからの難民がムータスイムの成長があったサーマラーに到着し始めた。カリフの宮廷は襲撃の厚かましさと残虐行為に憤慨した。ビザンツ軍がホッラム教徒の反乱者と公然と結託して、 行動しただけでなく、いくつかの資料の中でムータスイムの出生地とされている、ソゾペトラでの略奪では残虐行為が行われていた。すべての男性の捕虜が処刑され、残りのものは奴隷として売られた。そして幾人かの捕らえられた女性がテオフィロスの軍のペルシア人部隊によって性的な暴行を受けた。しかしながら、 このテオフィロスの軍事行動は837年の後半にアッバース朝の将軍であるハイダル文カーウースによって山岳地帯の要塞から追い出されたバーバクとその支持者を救うことはできなかった。バーバクはアルメニアへ逃亡したものの裏切りにあいアッバース朝側に身柄を引き渡され拷問の末に死亡した。ホラム教徒の脅威が去るとカリフは ビザンツ帝国に対する報復攻撃のために軍隊の召集を始めた。大規模なアラブの軍隊はタルソスに集結した。シリア人ミカエルによれば3万人の使用人と非戦闘従事者を伴った8万人の兵士と7万頭の荷物運搬用の動物がいたとしている。別の歴史家であるマスーリーは20万人から50万人という はるかに大きな数字を与えている。攻撃範囲が国境地帯の要塞軍を大きく超えるものではなかった以前の軍事行動とは異なり、この遠征は小アジアの奥深くに侵入し復讐の目的を果たすことを意図していた。特に大都市のアモリオンはその意図に沿った目的地であった。アラブの年代記によればムータスイムは自身の助言者たちに対して 最も近づきがたく、最も強固なビザンツ帝国の要塞の名前を挙げるように求め、助言者たちはアモリオンと答えた。イスラームが世に現れて以来、アモリオンにイスラーム教徒は存在していません。そこはキリスト教世界の目であり、基盤となっている場所です。ビザンツの人々の間でアモリオンはコンスタンティノープルよりも名の知れた存在です。 ビザンツ川の資料によれば、カリフは、兵士の盾と軍機にその都市の名前を記させていた。強力なテマ・アナトリーコンの主婦である、アモリオンは、アナトリア高原生誕の戦略的な場所に位置し、アラブの侵入を受けて、以降南方の交通路を統制していた。当時、アモリオンは、ビザンツ帝国で最大の都市の一つであり、コンスタンティノープルに次ぐ、重要性を占めていた。 また、テオフィロスの父親である、ミカイル2世の出身地であり、おそらくテオフィロス自身もその地で生まれた。戦略的に重要な場所であったため、この都市は7世紀と8世紀に頻繁にアラブの攻撃の標的となり、ムータスイムの前任者である、マームーンは833年に死去した時に、この都市を攻撃する計画を持っていたと言われている。 837年から838年にかけてのビザンツ帝国とアラブの軍事行動を示した地図。テオフィロスがユーフラテス川の上流域を襲撃し、その後ムータスイムが報復となる軍事行動を起こして小アジアへ侵入し、アモリオンの征服に至った。カリフは自身の軍隊を二手に分けた。 アフシーンが率いる1万人のトゥルク人の文献隊が、マラティアのアミールの生まるあるイコールアクタとアルメニアの軍隊と合流するために、北東方面に派遣され、ハダスの峠から、手間アルメニア根へ侵入した。一方、カリフが自ら率いる主力軍は、キリキアの門を通過して、カッパドキアへ侵入した。カリフ軍の前衛は、アブジャーファル、アシナースが2い。 イーターフアル・ハザリーが、右翼ジャーファル、ブン・ディーナール・アルハイアートが、左翼ウジャイフ、ブン・アンバサが、中央の軍を率いた。後に、双方の部隊は、アンキュラで合流し、アモリオンに向けて、合同で進軍した。ビザンツ側はすぐに、カリフの意図を察知し、テオフィロスは6月初めに、コンスタンティノープルから軍を率いて出発した。テオフィロスの軍隊には、 アナトリア人に加え、おそらくは、ヨーロッパ側のデマの部隊、精鋭軍であるタグマ連隊、そして、ペルシア人部隊も含まれていた。ビザンツ軍は、アラブ軍は、キリキアの門を通過した後に、北へアンキュラに向かい、その後アモリオンに向けて南へ進軍すると予測したが、アラブ軍は、カッパドキアの平原を越えて、直接、アモリオンへ進軍することも可能であった。 テオフィロスの将軍たちは、アラブ側の軍事行動の目的を無意味なものにし、ビザンツ軍を分割せずに済むように都市からの退避を進めたが、テオフィロスは、テマアナトリコンのストラテゴスであるアエティオスとタグマの構成部隊であるエクスクービテース軍団とアリトモス軍団を残して、守備隊を強化することを決めた。その後、テオフィロスは、残りの軍隊と共に、 キリキアの門とアンキュラの間の地点を抑えるために、進軍を続け、主要な河川が交差している場所にほど近いハリウス川の北岸で野営した。6月19日に、アシナースはキリキアの門を通過し、カリフが率いる主力軍が2日遅れで進軍を開始した。アラブ軍の前進はゆっくりと慎重に進められた。奇襲を避け、 皇帝の居場所を掴むことに気を揉んでいたムータスイムは、アシナースが、カッパドキアの深くに入り込むことを禁じた。アシナースは捕虜を得るために、多くの偵察部隊を派遣し、最終的に捕らえた捕虜から、ハリュス川に、テオフィロスがいることを突き止めた。一方のテオフィロスは戦闘のためにハリュス川で、アラブ軍の接近を待ち構えた。その後、7月中旬頃に、 テオフィロスは、およそ3万人からなる、アフシーンの部隊がダジモンの平野に到着したことを、知った。シリア人ミカエルによれば、テオフィロスは、ハリュス側の都下地点の監視のために親族が指揮する一部の、部隊を残し、より小規模なアラブ軍と対決するために遠征軍の、大部分となるおよそ4万人の部隊と共に速やかに、出発した。 テオフィロスが止まっていた場所から離れたことを知った。ムータスイムはアフシーンに警告しようとしたものの、テオフィロスはそれよりも早くダジモンの平野でアフシーンの部隊と遭遇し、7月22日に安全の戦いが起こった。初戦での成功にもかかわらず、ビザンツ軍は敗れてチリジリとなり、テオフィロスは護衛の兵士と共に敵軍に包囲されたが、 かろうじて突破して逃亡することに成功した。安全の戦いの後に逃亡するテオフィロスを描いたマドリードスキュリツェスの細密画。テオフィロスはすぐに部隊の再編成を始め将軍のテオドロス・クラテロスをアンキュラへ派遣した。クラテロスはアンキュラが完全に無人と化していることを発見し代わりにアモリオンの守備隊を強化するように命じられた。テオフィロス自身は 安全で皇帝が戦死したという噂によって新しく皇帝を宣言する者が現れる可能性があったためにすぐさまコンスタンティノープルへ戻ることを余儀なくされた。同じ頃、ペルシア人部隊は国会沿いのシノーペーの周辺に集結すると反乱を起こし擁立されることを渋っていた指揮官のテオフォボスを皇帝として宣言した。帝国にとって幸いなことに テオフォボスは消極的な姿勢に終始し、テオフィロスと対決したりムータスイムの下に加わろうとする動きは見せなかった。7月26日頃にアシナースの指揮するカリフの前衛部隊がアンキュラに到達した。都市の近隣のいくつかの鉱山に避難場所を求めようとしていた住民は、マーリー区分カイダルが率いるアラブ軍の文献隊による、 短い捜索の後に発見されて、捕虜となった。しかし、安全から逃れてきた幾人かのビザンツ軍の兵士だったものから、アフシーンが勝利したことを聞いたマーリクは、全員が自由の身となることを許した。その翌日に、他のアラブ軍の部隊がアンキュラに到着し、無人の都市を略奪した後、全軍が揃ったアラブ軍は、南方のアモリオンへ向かった。 アモリオンの円形アラブ軍は再びアシナースが、前衛、カリフが中央、そしてアフシーンが後衛を務める形で部隊を散分にし、農村地帯を略奪して回りながら、進軍を続けた。アラブ軍は8月1日にアモリオンに到達し、都市の包囲を開始した。都市の陥落を阻止するべく、テオフィロスはコンスタンティノープルを出発してドリーライオンに向かい、 そこからムータスイムに施設を派遣した。包囲攻撃の直前もしくは最初の日に到着した、施設は、ソゾペトラでの残虐行為が、皇帝の命令に反していたことを伝え、すべてのイスラーム教徒の捕虜を返還して、都市の再建を支援し、さらには効能を約束すると申し出た。しかし、カリフは、施設との交渉を拒否しただけでなく、 包囲の状況を目にさせるために施設を、自軍の野営地に交流した。包囲戦の行われた時期と、同時代に生きた、ペルシア人の地理学者のイブン・ホルダドベフによれば、アモリオンの要塞は広い幅の堀と44の、塔によって保護された厚い城壁を持つ強固な、要塞であった。カリフは、自軍の将軍たちを城壁が区切られている区間ごとに、持ち場として割り当てた。 包囲側と守備側は共に多くの工場兵器とこれに対抗する兵器を持ち、両軍は3日間にわたって砲撃で応酬し、アラブ軍の後兵が城壁のもとに行動を掘り進めようと試みた。アラブ側の記録によれば、キリスト教に回収していたアラブ人の捕虜が脱出してカリフの下に戻り、大雨によってひどく損傷し、 守備側の指揮官の手抜きによって応急処置を施しただけの状態となっていた城壁の場所を知らせた。この情報を得たアラブ軍はその弱点となっている場所に攻撃を集中させた。守備側は木製の梁を吊り下げることで工場兵器による攻撃の衝撃を緩和して城壁を保護ようとしたものの、それらも粉々にされ、二日後には城壁に裂け目ができた。 アエティオスはすぐに防御が危機的な状況となっていることを悟り、夜間に死者を出して、包囲を突破させ、テオフィロスとの連携を試みようとした。しかしながら、アエティオスが皇帝に送った二人の死者は二人ともアラブ軍に捕らえられ、カリフの前に引き出された。両者はイスラームへ回収することに同意し、ムータスイムは二人に豊かな報酬を与えた後、アエティオスとその部隊から、 はっきりと見えるように城壁の周りを更新させた。守備側の出撃を防ぐために、アラブ軍は警戒を強め、夜間においても騎兵隊による定期的な巡回を継続した。アモリオンの城壁の後アラブ軍は、城壁の崩壊箇所への攻撃を繰り返したが、守備側は、頑強に抵抗した。タバリーによれば、 それぞれ4人ずつが担当する台車に乗せたカタパルトと10人乗りの移動式の塔が組み立てられ、堀の端まで前進して、土で満たした羊の皮で堀を埋め立て始めた。しかし、兵士たちが守備側のカタパルトによる攻撃を恐れたために作業は、不均一にまものになり、ムータスイムは、城壁に至る地面を敷き詰めるために、羊の皮の土の上に直接土を投げ込むように、 明示なければならなかった。そして埋め立てられた堀の上に塔を押し進めたものの、途中で動けなくなり、その塔と他の工場兵器は燃やされ、放棄せざるを得なくなった。アシナースが率いた、翌日の攻撃は、城壁の裂け目の狭さのために失敗し、溜まりかねたムータスイムは裂け目を広げるためにより多くの、カタパルトを投入するように命じた。次の日、アフシーンが、 再び崩壊箇所を攻撃し、さらにその翌日には、イーターフがこれに続いた。ビザンツ軍の守備隊は、アラブ軍による攻撃に耐えず、さらされたために徐々に消耗していき、およそ2週間の包囲の後に、アエティオスは、アモリオンの主教を長とする使者を派遣し、住民と守備隊の安全な退避と引き換えにアモリオンを、明け渡すと申し出たが、ムータスイムは、提案を拒否した。 しかし、城壁が崩れた場所を担当していたビザンツ軍の指揮官であるボイディツェスが、おそらく自軍を裏切る意図を持って、カリフと直接交渉する決心をした。ボイディツェスは、部下に自分が戻るまで、崩壊箇所の警備体制を解いておくように命令を残して、アラブ軍の野営地に赴いた。ボイディツェスが、カリフと交渉している間に、アラブ軍が、 城壁の裂け目に近づき、突入の合図と共に城内になだれ込んだ。不意をつかれたビザンツ軍の抵抗は散発的なものだった。一部の兵士は、修道院にバリケードを築いて立てこもったが、放火されて消死した。一方、アエティオスとその将校たちは、木内の塔へ逃げ込んだものの、降伏することを余儀なくされた。都市は、 徹底的な破壊と略奪を受けた。アラブ側の記録によると、略奪は5日間にわたって続いた。ビザンツ帝国の年代記作家のテオファネスは、死者を7万人と述べ、一方で、アラブ人のマスウディーは3万人と記録している。生き残った人々は、カリフが自由に扱うために留め置かれた軍と住民の指導者を除き、軍の指揮官の間で奴隷として分け与えられた。 テオフィロスの施設がアモリオンの陥落の知らせと共に帰還することを認めた。後、ムータスイムは都市を徹底的に焼き払い、城壁のみが比較的無傷な状態で残った。略奪品の中には当初、ムータスイムがサーマリラへ運び、自身の宮殿の入り口に備え付けた巨大な鉄の城門があった。その後、おそらく9世紀の終わり頃に城門は持ち出され、 落下に設置された。落下では964年まで残っていたものの、ハムダーン朝の支配者の財布は、イコールダウガ門を取り除いて、自身の本拠地であるアレッポのキンナスリーン門に設置した。アモリオンの破壊の直後、アラブ軍を攻撃するために、テオフィロスが進軍中であるという噂が、カリフの下に届いた。ムータスイムは、 自軍と共にドリライオンへ続く道に沿って、進軍を開始したが、ビザンツ軍の攻撃に遭う兆候は見られなかった。タバリーによれば、コンスタンティノープルを攻撃するために、この遠征を、さらに続行することを、ムータスイムが考慮していた時に、追いに当たるアルアッバースブン・アルマームーンを、首謀者とする陰謀の知らせがムータスイムの耳に届いた。ムータスイムは、 無傷な状態のアモリオンの周辺のいくつかの要塞とドリライオンのテオフィロスの軍を放置して遠征を切り上げ、早急に自国へ帰還する必要に迫られた。キロはアモリオンからキリキアの門へ直接抜ける道を利用したもののカリフの軍隊とその捕虜の双方がアナトリア中央部の不毛な大地を通過する行軍に苦しんだ。疲れ切って動けなくなった一部の捕虜が処刑されると すぐに他の捕虜たちは逃亡を試みた。報復としてムータスイムは捕虜の中で最も重要な人物たちを集団から分離した後残りのおよそ6000人を処刑した。アモリオンの陥落後にムータスイムの下を訪れるバシレイオスと施設団の様子を描いたマドリードスキュリツェスの細密画。テオフィロスはすぐに貢ぎ物と謝罪の手紙を携えたカルシアノンの トゥルマルケスであるバシレオスを団長とする二度目となる施設をカリフの下に派遣し、ビザンツ内で高い地位にあった捕虜のために2万ポンドの金を身の代金として払い、ビザンツ側で拘束しているすべてのアラブ人の捕虜を解放すると申し出た。しかしながら、ムータスイムは身の代金を拒否し、遠征だけで10万ポンド以上の費用がかかったと述べ、数年前に、 アッパースワサでの軍務を放棄して、ビザンツ川に逃亡した、スコライ軍団司令長官のマヌエルとテオフォボスの身柄の引き渡しを要求した。これに対して、ビザンツの施設は、実際の問題として、テオフォボスは反乱を起こしている最中であり、マヌエルは安全の戦いで受けた傷が元で死亡したために、これに応じることはできないと答え、代わりにバシレオスは、 テオフィロスのより脅迫的な内容の二つ目の手紙を手渡した。ムータスイムはこれに起こり、皇帝の貢ぎ物の受け取りを拒否した。アモリオンの破壊を受けて、テオフィロスは、アッパース長の脅威に対抗するために、他の勢力による支援を求めた。西方のローマ皇帝ルートビヒ一世とコルドバのアミールのアブドアラフマーン二世の宮廷に、使節団を派遣し、 施設団は敬意を持って迎えられたものの、具体的な支援は得られなかった。しかし、アッバース・朝側も、さらなる成功は追求しなかった。襲撃と反撃を繰り返す2つの帝国間の、戦争が数年間続き、ビザンツ側が数度成功を収めた後の841年に、停戦とおそらくは、捕虜の交換が合意された。 ムータスイムが死去した842年にアッパース長はさらなる大規模な侵攻の準備を進めていたもののコンスタンティノープルを攻撃するために用意された大艦隊が数ヶ月後にケリドニア岬で嵐によって失われた。ムータスイムの死後にアッパース長は不安定な状態に陥り844年に発生したマブロポタモスの戦いが850年代以前に起ける。 最後の大規模なビザンツ帝国とアッバース朝の間の戦闘となった。アモリオンで捕虜となったビザンツ帝国の有力者の中でもストラテゴスであったエテオスは歴史家のウォーレント・レッド・ゴールドが示唆しているようにおそらくテオフィロスのカリフへの2番目の手紙に対する報復として捉えられてから間もなく処刑された。何年にも及ぶ拘束と身の代金が支払われる望みのない中 残りの捕虜たちはイスラームへ回収するように求められた。しかし、捕虜たちは回収を拒否し、845年3月6日にサーマリラーで処刑され、東方正教会でアモリオンの42人の殉教者として記念された。また、ボイディツェスとその裏切りにまつわるいくつかの物語が生まれた。アモリオンの42殉教者伝によると、ボイディツェスは、 イスラームに回収したにもかかわらず、他の捕虜と共に、カリフによって処刑された。さらに、他の処刑された者は、ティグリス側にその遺体が、奇跡的に浮かんだ一方で、ボイディツェスの遺体は川底に沈んだ。天国の門が開かれ、大地が新たな衣装をまとって現れる栄誉の中の、勝利。王、アンブリアの戦いの日を、我々の数々の希望が、 蜂蜜のように甘いミルクで溢れかえっているあなたの元から戻ってきた。あなたはあり余るほどの勢いでイスラームの子供たちのために富を残し多神教を放ずる者たちとその住みを水防の淵に置き去った。アブータンマームのアンムーリア征服の消華からの抜粋アモリオンの陥落は小アジアへのアラブの長い襲撃の歴史の中でも最も破壊的な出来事の一つであった。 テオフィロスは、都市の破壊の直後に病気となり、一旦は回復したものの、3年後に死去するまで、健康状態は、優れないままであった。後のビザンツ帝国の歴史家たちは、30歳となる、前のテオフィロスの死を、都市の喪失の衝撃から来る悲嘆が原因であったとしているものの、これはほぼ間違いなく、伝説だと考えられている。また、アムリオンの破壊は、 ビザンツ帝国の人々の間で、いくつかの伝説や物語のモチーフとなり、アルムリスの歌やギリシア語のバラッドである、カストロティス・オリアスなどの現存する文学作品の中でその様子をたどることができる。一方、アラブ人はアムリオンの占領を祝し、その制服はアラブの詩人アブータンガマームのアンムーリア制服の昇華の主題となった。さらに、 ムータスイムはこの軍事行動の成功を宣伝することで自身がマームーンの正当な後継者であることを強調し、そのマームーンの息子で老いにあたるアルアッバースの殺害を正当化した。実際にはビザンツ帝国にとってこの事件による軍事面での影響は限定的なものであった。アモリオンの守備隊と住民の外部で起こっていた安全の戦いではビザンツ軍は ほとんど人的消耗を被らなかったとみられ、ペルシア人部隊の反乱がも翌年には流血を伴うことなく集結し、部隊はビザンツ軍に再統合された。アンキュラとアモリオンは速やかに再建され、再び住民が居住するようになったが、以前の繁栄を取り戻すことはできず、テマアナトリコムの主婦は当面の間ポリボテスへ移された。ウォーレントレッドゴールドによれば、 安全とアモリオンでのビザンツ軍の敗北は実際に能力が不足していたり不備があったというよりは状況を一変させる事件の発生が大きな要因を占めていた。さらには大規模なアラブ軍の兵力を前にして自軍の分割を厭わずペルシア人部隊に過度に依存するというテオフィロスの過信もビザンツ側が苦戦を招く原因となった。それでもなおこの敗北は 軍の大規模な再編への着手をテオフィロスに促すことになり、ペルシア人部隊を各テマの在地軍へ分散させて解体し、新たな国境地帯の軍の指揮体制を確立させた。しかしながら、アムリオンの陥落の最も持続的で、長期にわたった影響は、軍事面の領域ではなく宗教面の領域におけるものであった。歴史家のマーク法ットによれば、 イコノクラスムは、神の恩恵をもたらし、軍事的な勝利を保証するはずであったが、軍の脆弱さやボイディセスの配信といった出来事も、製造崇拝派の皇帝の最悪の敗北に、匹敵する、屈辱的な災害であったという事実を覆い隠す、ことはできなかった。近い時期の記憶では、プリスカの戦いで、 ニケフォロス一世が被った壊滅的な敗北が唯一、アモリオンの破壊に匹敵する事件であった。ウォーレント・レッド・ゴールドが記しているように、この結果は、イコノクラスムが誤りであることを厳密に証明した、わけではなかった。しかし、それは態度を決めかねていた人々に対する、最も説得力のあるイコノクラスムの正当性の、論拠を永遠に、製造破壊論者から奪い去った。 テオフィロスの死から1年余りが経過した843年3月11日の教会会議においてイコン崇拝が復活し、イコのクラスムは異端であると宣言された。ありがとうございます。